近年住宅地で出没が相次いでいるイノシシ。熊本市の憩いの場、竜田山でも目撃情報が増えていて、ドローンを使ったイノシシの生息状況調査が行われました。いないね。はい、じゃあ戻ります。ドローンが探しているのはイノシシです。熊本市中央区と北区にまたがる竜田山周辺では、イノシシが家の裏山のタケノコを掘っていたなどの目撃情報が相次いでいます。竜田山でのイノシシの捕獲数は2018年度は43頭、昨年度は86頭、今年度は1月末時点で120頭と年々増加しています。熊本市はこれまでにも効率的に罠を設置するための生息調査を行ってきましたが、ドローンを使った調査は今回が初めてです。ドローンにはカメラや赤外線探知システムが取り付けられていて、これまでの調査より広い範囲を短時間で調べることができるということです。はい、こちらの白く光って動いているものがイノシシになります。今日までの3日間で57ヘクタールを調査。実際にイノシシを発見する場面もありました。ドローンを活用したことによって効率的にドローンの生息状況が把握できるかなという期待しています。結果を得てですね、イノシシの箱穴を設置に効果的に活用できればというふうに考えています。熊本市は他の地区の調査でもドローンを導入するか検討していくとしています。